あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪も使いようだな。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。この中に長居するな。死んじまうぞ。するな、戻れ。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になった者も救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。
新しい技教えてやろうか。今の状態なら覚えられるはずだぜ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見たものに富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってください。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。床の間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはず。
離れよう。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。なんだ？どうだ？ご利益あったかも。こいつは使えるぞ。寄り道した甲斐はあったな。次今情報を集める。渋谷を見渡せる場所はないか？陰りへの展望台とかは？悪くない。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察。
になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？うん、そうだ。警察は嫌い。聞いて、そちらからの魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実態を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。よし、また強くなったな。まだまだいそうだな。あいつは物欲の塊なんだ。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。あれは？何あれ、蛇みたいだ。ああ、おっかねえな。命が何個あっても足りないな。
戻らなきゃ。気になってたんだけど、国の番犬って警察ってこと？ああ、そうだ。警察は嫌いか？いや、その割には口が悪いなと思って。警察なんてこんなもんだよ。やるしかないか。一安心ってとこだな。you
鳥居があった。浄化する。ありがとう。礼はいい。来るぞ。ついにやらそうだ。傷がひどい。なんだこれ。
困るんだよ。そう。ありがとう。礼はいい。来るぞ。これも強い力を感じる。ここらの霧も晴れたはずだ。影里へに向かうぞ。
君が悪いな。今はどこでも君が悪いぞ。気にするな。駅か。人もいないし電車も来ない。町が死んでる証拠だ。一安心ってとこだな。なんだあいつ。気をつけろ。体がでかいだけじゃなさそうだ。未だに駅の中で迷うんだよね。俺はもう電車は使わねえからその心配はないな。お客様には大変ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、今はお待ちいただきますようお願い申し上げます。繰り返しお客様にご案内いたします。本線は本日正午頃発生した人身事故の影響で運転を見合わせております。Thank you.
なんかいいもんあるか。終わったか。さっさと行くぞ。再開発したって今の東京じゃ意味ねえな。
力が湧いてくる。やるじゃねえか。注意しろ。あいつが生々しい力を感じる。気になる場所は力を使って調べてみろ。
社に何かないか調べておくよ。パッチが足りだな。札か。これも使えそうだ。手に入れたお札を試してみる。台無しだぜ。